27回目でございます。一時ね、何かに取り憑かれたかのように、同じ部屋をずっとさまよってましたが、やっとね、ここで、おっと、ここで負けんの？うん、無理だね。結構でもラグあったね、今ね。次はいけんじゃない？次はね。はい、28回目でございます。なんかね、やっと謎が解けて、安心してたらね、挟み撃ちに遭うというね、青鬼の挟み撃ち。結構嫌な感じです。はい、挟み撃ちが来るけど、分かってんだから、分かってんだよ、お前らも。だからセーフ。おい、セーフ。大丈夫っしょ？もう大丈夫？ゴンゴン言ってね。大丈夫？大丈夫ね。大丈夫ならセーブ。うん。大丈夫ならセーブ。何この部屋。また、なんか、あんでしょ？どうせなんかあんだ。どうせなんかあって、よく見ないと取りこぼすんでしょ？はい。隅々までね。隅々まで、エンターをしながらね。エンターをしながら歩く人。エンターをしながら歩く人、どうも、予作です。ほらね。こんなの気づくわけねえじゃん。なんぼほど絨毯があった今まで。やってこなきゃダメなのかな？やりに行くか？絨毯めくりに行くか今から。何これ？やっぱりね、部屋の中に意味のない部屋などない。これは。気をつけろ、これは。意味のない部屋などない。そして、ひびがすごい。この家のひびがすごい。はい、またね。また、絶対何かあるよ。絶対何か、ほら。ほら。え？拓郎結構勇敢だったのね。何してんの、拓郎は。予策。うん。拓郎無事でしたか？だからね、やっぱりね、喋り方がね、黒子くんみたいですね。なんか、こう、友達付き合いとしてね、なんか、丁寧すぎるというかね、あんまり仲良くなれてない感。ああ、だが、足を、つまずいちまったんだ。俺はしばらくここにいるよ。タンスの中でね。はい、そうですか。さっきこれを見つけたんだ。持って行ってくれ。お？お金ですか？すて。寿司でも握れってか。すもらいました。拓郎にすをもらいました。ありがとう、拓郎。拓郎、ありがとう。握り寿司でもね、できたらね、またここに拓郎迎えに来るよ。うん。そしてね、拓郎が足を怪我してんだけど、心配はしないというね、このね、主人公。心配はしません。え？足、大丈夫とかあっていいけどね。ありません。ありません。そして、巣をどうすんだ？巣はどうすんだ？ここはあれか。巣はどうすんだろう。巣をどうすんだ？巣をかける。鍵に巣をかける。お？赤い鍵を巣につける。つけるよね。え？錆びてたの？おお。あ、ここじゃないのね。エラー発見したと思ったけど。ここではないのね。よし、セーブしとこう。ってことは、あそこか。バスタブのとこか。バスタブのとこだ。また、バスタブが、元に戻ってる。ここだろ。はい。
怪しい。うん、セーブだ。セーブしすぎか。まあ安全に行こう。何これ何これ、何これ、これは何。大胆なレイアウトですが、何、絶対来ちゃうね、絶対来ちゃう。閉めとこう、閉めとこう。絵の下にボタンがある、ボタンを押す。はい、何でもね、トライトライ、ボタンを押す。はい、ボタンを押す。はい、押したけど、ん、押したけど、はいはいはい、何も起きない。何これ、何だったのこれ。ボタンを押したけど、円盤、円盤って何。あ、円盤、円盤何、何これ、なんかあるよね、円盤に意味が、意味がある円盤に。天球は意味がない、円盤には意味がある。円盤どういうことこれ。赤、赤、黄色、あ違うか、赤から始めたとしたら、赤、赤、黄色、黄色、黄色、青、黄色ぐらいかな。それでやってみるか。赤、赤、黄色、黄色、赤、赤、黄色、黄色、黄色、青、青だったっけ。赤、赤、黄色、黄色、黄色、青、黄色、青、黄色だ。青、黄色。はい、何も起きない。何これ。一回入り直してやってみるか。一回入り直して、赤、赤、黄色、黄色、黄色、青、黄色。はい、はい、意味がわかんない。円盤の意味がわかんない。あ、スタートラインがあんのか。スタートラインが赤からか。なるほど、赤1回からか。 OK、 わかった。これこれはわかった。入り直さんでいいか。赤、黄色、黄色、はい、黄色で、青、黄色、そして赤だ。はい、何も起きない。一回入り直さなきゃダメか。入り直してトライ。入り直して、赤、黄色、黄色、黄色、青、黄色、そして赤。はい、何も起きない。何これ。びっくりするわ。びっくりする。何も起きなくてびっくりする。この間とかね、間とか。はい、これは積んだか。よく積むな俺も。よく積む。想像力が、想像力が足りないか、想像力が足りないか。もう一回見るか。大
ライターとかもいいか。ドライバーが結構あれするよね。はい、いいえ。円盤ね。矢印がついてんのさ。あの、矢印の最初。どこだこれ。赤だよね。赤。赤、黄色。え、長さ的にこれ黄色2回でいいのか。2回か。なんだ。多く押しすぎてた俺。3回行ってたよね。もう一回入り直すか。赤2回あ、赤2回じゃねえや。黄色が2回だったんだ。赤。黄色。黄色。青。黄色。赤。うえぇ、やっぱりね。やっぱりねというか、遅い方か、これも俺は。金属の棒を手に入れた。お？金属の棒も。金属の棒って。どうする？これ、金属の棒。お？何これ？鍵っぽくね？鍵っぽいね。はい。円盤と組み合わせる。はい。組み合わせて。はい。何これ？ちょっと、昔あったさ、外国の方がよく、外国の子供の方がよく食べる、アイスキャンディーみたいだよね。すごいわ。すごいわ、これ。この鍵はやっぱりあそこだよね。その前にセーブ。その前にセーブ。セーブしとかないと。ね。いつ来るかわかんねえからさ。ヤンキーが。ヤンキー青鬼が。何このドラクエ感。トルネコ感か？危険な香りがします。危険な香りがする。危険な香りがする。お、外へ出られそうです。早速、タクロを連れてこよう。いや、もう出よう。タクロはいいだろうもん。タクロはさ、ちょっと足が回復したら、自分でどうにかなんねえのか？タクロよ。あ、タクロこっちじゃねえよ。タクロ上か。タクロどうせ食われてんじゃねえ？人間か、お前は。ほんとかよ、予策。タクロが仲間になった。さ、タクロが仲間になったってさ、仲間ではなかったんだね。今まで。怖いわ、もう。人間関係が怖い。このゲーム。ね。そらさ、白髪になるわ。主人公白髪になっちゃう、そら。ほらね、危ねえわ。危ねえわ。タクロ。置いて逃げちゃうのね、やっぱ。ちょっと笑って逃げれんかったわ。笑って逃げれんかった。はい。29回目でございます。ちょっとね、もう、外が見えたんで、タクロを迎えに行って、あ、違うか。まだ見えとないのか、これは。セーブしときゃよかったな、タクロの前で。おっと、ここじゃねえわ、セーブ。はい。早速タクロをね、はい、タクロを連れてこよう。タクロ、いざタクロ。はい、タクロが、本当の仲間になれました、これで。今までね、上っ面だけのね、仲間だったみたいなんで、友達でもないみたいです。よし、ここでセーブだ。タクロ、中学生、レベル1、同じかい。正常、何が正常なのもう。
何が正常なの？本当にもう。足怪我してんでしょ？はい、逃げるよ。はい、拓郎は、拓 郎は餌食になります。拓郎は餌食になるけど、構わず逃げます。構わず逃げる。構わず逃げる。構わずね。構わずに逃げる。逃げる。よし。オッケー。逃げ切った。逃げ切ったらセーブ。一瞬だけの拓郎がセーブに。拓郎いなくなってる。拓郎が星になってる。え？裏口の鍵？超 え？ちょっとこれはひどくね？拓郎ひどくね？拓郎、俺が置いてったからこんなことする？全部、縄を引きちぎってんじゃん。なんてやつだ、ほんと。なんてやつだ。中学生のね、いたずら、怖いですね、これ。裏口の鍵言われたけどさ、他に行けるとこあったっけ？他に行けるとこある？ん？ 残念なね、探偵がね、また屋敷の中をさまよっております。ということで、見てもね、しゃあないと思うので、倍速でお送りしております。はい、少々お待ちください。しらみつぶしに。ないね。ないない。よし。おい。はい。神出鬼没ですね、やっぱり。はい、よくできてます。はい、では30回目。あ、違うか。30回目か。どっちだ？ 31 回目か。30回目かな。30回目いきましょう。しっかりね、別館の裏口の鍵ということは分かったんで。はい、分かったと言いながらね、残念ながら、さまよい続けております。なかなかね、はい、謎が解けませんが、はい、死んでおりますが。さあね、見つけてください、裏口を。少々お待ちください。なんかないか。まだ人形あんの？何？こういう状態だったっけ？手あげてる。なんかドライバーか？なんかつけれそうだね。さすがにライターはないか。はい。違うか。違うな。お、何この、なんか電球ついちゃった。電球ついちゃったけど。電球ついちゃったけど、どうする、これ。電、スイッチオン。どういうこと、これ。影が伸びて、壁紙に違和感。なるほど。そういうこと？はい。ね。壁をこじ開けるなら皿の破片。これはね、ライフハックですか？ ないか。リアルにはないぞ、そんなことは。やったー、これ、外に出たよ。セーブだ。外に出たらセーブ。新しい発見やっときた。
とこれさ、外出たけどさ、何？何これ？強引に家には帰さない感じ？もうよくね？もう家に帰らせてくれたってよくね？何これ？え？まだ返してくれない感じなのね。わかった、セーブしとこう。何また新しい。開かない。うん。大体開かないよね。大体開かない。はい。なんかある。なんかある、絶対。何かがある。はい、入れる。わかってるもん。それはわかってる。絶対何かがある。何かがある。これ、シミか？これはシミ方だの。カーペットのシミか？何かある、絶対。絶対に何かがある。わかってんだって。わかってんだよ。何かが、何かが、ないパターンある？ないパターンもあるのか？ないパターンもありか？もうね、外に出れたから、帰れる気満々だったんだけどね。穴の中は降りるのは危険だって。うん。この家に来ることが危険なんだけどね。うん。普通来ないっしょ。中学生普通来ないっしょ。もうね、親が心配しちゃってるよ。何このドラクエでいう王様がいたみたいな。王様がいた的なね。よくぞ戻られた勇者殿じゃないんすかこれは。なんすかこれは。怪しいね。めちゃめちゃ怪しい。めちゃめちゃ怪しいけど、うん。こちらに発展がまずないからね。アイテム的なものを取ってないから、ここはまた後だ。ここはまた後で、で、2階行くか。2階も、どうせ入れない。入れんのかい。入れんのかい、この部屋は。なんだこれは。なんか何？おい！嘘！どこで巻く？どこで巻く俺？どこで巻く？どこで巻く？はい。負けない。はい、ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。ではまた。